西谷国とは、日本のバイオリニスト、指揮者、音楽プロデューサー。東京都出身。尺児インターナショナルオーケストラ音楽監督。国とインターナショナルユースオーケストラ音楽監督。国東バイオリン教本庁舎。2002年渡米し、ポートランド州立大学に入学。同大学音楽科より4年連続小学近授予される。 ニューヨーク大学大学院へ、奨学金受予定進学。ニューヨーク大学非常勤講師をはじめ複数の、米大学にて講師を務める。バイオリンを、田中地下氏、キャロル・シンデル、マーティン・ビーバーに指示。指揮法を、上谷和恵、キース・クラークに指示。2013年、尺字インターナショナルオーケストラ、国とインターナショナルユースオーケストラを創立。 国とインターナショナルストリングスクール教室主催講師。釈児インターナショナルオーケストラ音楽監督。国とインターナショナルユースオーケストラ音楽監督。東京テルミンオーケストラ常任指揮者。池袋コミュニティカレッジ講師。読売日本テレビ文化センター。恵比寿センター講師。軽井沢ミュージックサマースクール講師。ユードミー講師。 日本クラシック音楽コンクール、セシリア国際音楽コンクールなどの審査員を務める、練馬区演奏家協会会員、日本弦楽指導者協会会員、ありがとうございます。